はい、というわけで始まりました。信長の野望戦国群雄伝。今回は、本願寺発出、本願寺降下です。それでは、今回の見どころ。以上でお送りいたします。この動画を気に入っていただけましたら、本編の最後でぜひ、このボタンで、チャンネル登録をお願いいたします。国力は、そこそこ、飛騨や能登のような悲観する値ではないわね。人口も多くはないが、さすが、百姓の持ちたる国と言われたかが、民中が高いな。安心して、徴兵することができそうだぜ。まずは、期待の家臣団のチェック。当主自らが、永久大名並みの高パラメータ。それを要する家臣団は、すべて鉄砲隊という、恐るべきスナイパー集団ね。政治にも戦にも、バランスが取れていると思うぜ。再度見てしまったけど、忠誠度が全員99という、さすがは宗教団体といったところね。開発の前に、兵糧の相場が高いので、売っておくぜ。素晴らしい、序盤でこれほどの資金を手にするとは、しばらく安泰ね。これを元手に、開墾と治水を行うぜ。兵糧が若干心もとない気もするが、この序盤で兵数100あれば、まず攻めてこられない。攻めてこられたところで、畠山、神保、朝倉。どこか、うちに勝てる軍団いましたっけ？って、感じだぜ。行動力溜まるまで、パスだぜ。あら、どこかで一気。事業でも、一揆が起こるの？しかも、民中87ぜ。百姓の持ちたる国の、はずなんだが。とりあえずは、説得したぜ。一向一揆としては、民を武力で鎮圧するわけにはいかんからな。お、畠山が来たぜ。一気で弱体化したとでも思ったか。兵力73とかで、この加賀が取れると思っているのか。出陣は来年のみでいいぜ。なぜ動かない？これはもしや。あ、兵糧が18しかないわ。そうか、さっきの一揆説得で、兵糧が半減したんだな。これはちょっと、まずいことになってるぞ。とにかく、義経を包囲捕捉しないと。あ、あいつ忍者か。敵前をすり抜けていったわ。よし。これで義経を封じ込めたぜ。降下は足軽隊だが、ここは突撃。
一度では踏み破れないわね。再度、突撃。笠松田島の神、討ち取ったり。あ、いかん。義経の逃げ道を作ってしまった。頼む、退却してくれ。まだ逃げ回るつもりよ。もう、いかん。他の部隊も出陣して、包囲を固めないと。しかし、あれほど、鉄砲集団だの、スナイパーだのと、もてはやしていたのが、こういう事態になると、ただのドンガメ集団だな。これだけ民衆の支持がありながら、馬借の一匹もいないのか。野衆のチャンス。あ、いない。いたぞ。やっと引いてくれたわね。しかし、残った兵糧が9、朝倉より先にターンを、って、来たくそ、兵糧さえあれば、恐れる相手ではないんだが、米の消費を防ぐために、誰も出陣させられない。交差一人で出るぜ。いくら弱小朝倉勢でも、交差だけでは打ち破れないか。誰ぞ出陣勢。かなり、遠い位置からの布陣ね。しかも鉄砲隊の機動力、前線に間に合うかどうか。まだ、後発隊が追いつかないが、本隊、野衆を仕掛けるぜ。優勢だけど、打ち崩すには至らず。あ、道が開いた。む、七に飛び込むか否か。やっぱやめた。野衆に備えて、一旦引く。
サイドの野手。クリティカルヒットならず。ああ、もう。鉄砲隊、早く来てとうとう、容量がなくなったわ。今回も滅亡ね。うむ、本願寺の実力なら、北陸制覇のみならず、上杉武田とも、互角に渡り合える自信があったんだが、このざまだぜ。今回の敗因は？序盤で、兵糧を売りすぎたのが、事故の敗因なんだろうが、本願寺擁する加賀で、しかも谷中87での一騎は、まるで想定外だったぜ。といったところで、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録をしてくれると、とっても嬉しいです。では次回、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。